皆さんこんにちは。また吉と長老松5代目です。今日は2月5日土曜日ね。またちゃん、長老松さん、劇場久しぶりの舞台ね、開演だったね。ちょっと午後はね、今日は朝から吹雪いてて本当寒い一日になってましたからね、ご来場いただいてありがとうございました。今日はね、2月5日皆さん何の日かご存知ですか？2月5日ということで、今日はね、双子の日だそうです。よくね、また吉と5代目よく似てるねって言われるね。衣装もね、なんかよく似たような衣装を着てるってのもあるけど、ということでまだちゃん、茶の松くん映っておりますが、さあ今日はね、ここで双子の日ということで、ちょっとクイズを出しちゃおうかな。はい、ということで今日はね、先ほど言いました双子の日ということで、また吉君と茶の松くん、どちらか分かるかな。皆さん、猿回し劇場のファンの人たちだったら分かるかな。このアングルで分かるかな。どっちがチャルマツか、マトキチか。この辺のかなりヒントじゃないですか。ということで、皆さん答え分かったかな。今日は衣装を5代目がまた吉君の発表、あの T シャツを着てたから、そこにごまかされた人いたから、また吉君が着てるのはいつもチョロマツが着てる衣装です。まだちゃんどうした？まだちゃんブルーになってね。というわけで皆さん、ぜひ、この2月明日6日も開演します。そして11、12、13、3連休も劇場やりますので、ぜひともご来場お待ちしております。チョロマツとまた吉でした。